クリス・ジョンソンはアメリカ合衆国出身の企業家。学位は経営学習士。ネスレ執行副社長兼取締役。ネスレ台湾社長、ネスレ日本株式会社代表取締役、会長兼社長などを歴任した。1961年3月31日にカリフォルニア州で生まれた。国籍はアメリカ合衆国である。 オクシデンタル大学にて学び、1983年に卒業した。その際に、オクシデンタル大学より、学士の学位を取得した。大学卒業後、ペットフードなど、ペット関連事業を展開するカーネーションに入社した。しかし、1985年、スイスの食料品メーカーであるネスルにより、カーネーションは買収された。それに伴い、 ジョンソンもネスレグループに移った。その後、同社の資料事業などを手掛けるなど、キューカーネーションとか代わりの深い業務に携わった。なお、1988年にはカリフォルニア大学ロサンゼルス校にてアンダーソン経営学大学院を修了した。それにより、経営学修士の学位を取得した。その後、ネスレの米国法人であるネスレ USA に移動した。 ネスレ USA でも、引き続き、ペットフードなどの業務を担当した。ネスレ USA のフリスキーペットケア本部に所属し、カテゴリーマネージャーとして、フリスキーブランドの商品展開に携わった。また、ネスレの日本法人であるネスレ日本にも赴任し、ここでもペットフードを展開したり、ドリンクなどを手掛けていたりした。ネスレ日本のフリスキーペットケア事業部に所属し、 マーケティングマネージャーとして活動した。さらに、ネスレ日本の清涼飲料事業部にて事業部長に抜擢された。また、その他にもネスレ台湾などで活動した。さらに、ミネラルウォーターなどを手掛けるネスレソースインターナショナルの業務も担当した。ジョンソンは、フランスのペリエビッテルにてアジア地区シニアマネージャーを務めた。なお、ペリエビッテルは、 かつてのネスレソースインターナショナルが社名変更して誕生した企業であり、後にネスレウォーターに社名を変更している。かつての社名からわかる通り、ペリエやビッテルなど様々なミネラルウォーターを生産する企業である。その後、ネスレ台湾では社長に就任し、台湾でのネスレグループの事業展開のようとして活動した。2006年、 ネスレ日本にて会長と社長を兼任していた、ホセロペスがネスレの執行役員として副社長に就任する人事案が決定された。この人事を受け、ジョンソンがロペスの公認としてネスレ日本の会長及び社長に就くこととなり、2007年2月1日に就任した。2010年、ジョンソンがネスレの執行副社長に就任する人事案が内定した。 それに伴い、ネスレ日本の社長を支持ぞくことになった。公認には、ネスレ日本の副社長である、高岡構造が抜擢され、2010年11月1日に就任した。また、ジョンソンは、2011年1月1日に、ネスレの執行副社長に就任した。ネスレ日本での活動が高く評価され、神戸市の神戸大使に任命されている。 2010年10月19日、市長の矢田達夫からジョンソンに対し、移植状が手渡されるとともに、記念の盾が授与された。ありがとうございます。